30分トークということで、本日のスペシャルゲスト、鈴木バイダンに来ていただきました。お願いします。はい、鈴木バイダンです。お願いします。ありがとう、バイダン。ありがとう。ありがとうございます。バイダン。はい。何？いや。久しぶりだなと思って、ニューヨークさん。めっちゃ久しぶりだな。いや、はい、俺はもう毎日のようにラフレ聞いてるから。いや、いいです、聞かないで。何ラフレって。え、アトムとバイダンがやってるやつ、はい、もう遡って。あ、今あの元ラタタッタのあいつがゲストに来た回、古谷がね、そう、はい、古谷がちょっと太ってたわ。いいさ、古谷がどこで何やったの。バイダーもでかくなったな。今120キロぐらいですね。相当でかくなったな。でも思います。え、でも会ってた頃、まあでも10キロぐらい太ってますかね。あ、はい、だと思います。なんかめっちゃかっけえよ、お前わかる、こいつのかっこよさ。はい、どういうこと。こいつモテるらしいよ。なんか俺はもうこいつのことだいぶ知ってるから、ラフレ聞いてるから。イケメンラランドにしろ。いや、こいつはなんかセックスシンボルみたいになってましたよ。アトムやってないよ。アトムって童貞なの、あいつまだ。いやいや、もう童貞じゃないですよ。あ、童貞みたいな。モテそうだな、こいつ。モテそうなの一発でわかるやろ。わかるわ。その蜂蜜二郎さん系のデブだな。わかんないですよ。いや、だから俺いろいろ聞きたかったんだよ、こいつ。今の表情なんで。何がもう。やばかった。お前って本当にラッキーデブだよな。どういうことですか、ラッキーデブ。もうなぜかモテちゃうデブ。正直そうやろ。でも最近むっちゃモテますね。なんで？いや、わかんないですよ、これ。だから。え、ずっとデブ？ずっとデブです。小2ぐらいから。え、でもテニスすごいやん。でもテニスやってる時も、うん、今よりは痩せてるだけで、うん、その標準体重で言うと。あ、じゃあガタイいいテニスプレーやったの。そうでした。へえ。声がいいね、声が。まあ声は絶対大事やな。あとパーツがやっぱいいよ、パーツが。まあ歌舞伎役者みたいな顔してるからさ。なんでこんな気持ちよくしてくれるんですか、僕のこと。いやいや、謎やねん、前なんて謎やねん。改めてじっと見て。いや、そうですけど。ちょっとお前、そう、謎謎なんだよ、結構。だから意外とでも無限大でよう会ってたよね。会ってました。言ったら、あの、やわらが。当時やわらでしたね。え、19？やわらって。え、20期です。20？ だから僕5年下だ。そうです。10年目。10年目ですね。だから相当20期では優秀やよな、はい、俺らと。だってしょっちゅう会ってたもんね、無限大で。そうですね、やわらで早かったね。はい、吉本、僕 NSC 入ってないんですけど。そう、これややこしいの、やわら。そうです。え、横入りなんですけど。結構ボーイフレンドさん気味というか。はい、もともとやってたの。もともと外でちょこっと別のコンビでやってて、ほう、でそれぞれ解散して、うん、1年ぐらいだけフリーでやってたんですけど、やわらとして、うん、でたまたま吉本の社員さんの前でネタやる機会があって、うん、でフリーだったらうち入っていいよって言っていただいて。ほんで入るやんか、20期で、はい、それはどういう計算になった。もうなしになったの、フリーの時期。いや、それで20期か21期かどっちか選んでいいよって言っていただいて、うんうんうん、で、で、やわら歴で言うと、うん、ちょうどその20期と同じ歴になったんで。そういうことね。そうです。じゃあみんなが 1,2 年目の頃に合流したってこと。そうです、2年目に上がる頃に合流しました。あ、じゃあ突然今日から同期だよっつって来たってこと。そうです、やわらが。そうです。ほんで結構すぐ無限大のランキングバーって上がっていったってこと。そうです、そのまま何ヶ月かで、上から2番目ぐらいまで行って。そうやね。で、その年に面白そう出させていただいて。ああ、そうや、出てた、あの歌うまいやつ。そうです、龍太郎みたいなテンポ感ですかね、そっからは。結構やわらってすごい知ってたもんね。20期で多分他のコンビなんて俺ら知らんかったからね。でも何年で解散しちゃったんだっけ。5年目の時ですかね、4年目か5年目ぐらい、コロナ期間入る時ですね。今10年目です。そうだよ。うわ、解散しちゃったんだよね。結構でもそれはいい感じだったんじゃない。いい感じでした、当時。そうですね、あの有田ジェネレーションとかのレギュラー。おうおうおう、解散するんだってなんか思ったんですけどね。はい、ちょっと、はい、いろいろあって解散しちゃいました。いろいろあったんだ。はい、いろいろありました。なんで、何何。いやいやいや、あるでしょそれ、いろいろ。え、その関係性のこと、それとも。あ、まあでも関係性ですかね。あ、じゃあまあ、はい、そういろいろあるわ、ね。で、まあ、でその関係性の問題あって、うん、コロナバンって入っちゃったんで、ああこれきついかもな、きついな、確かにな。解散しちゃいました、そのまま。え、じゃあコロナになってから5年ぐらい経ってるってこと。そうじゃないですか、コロナ入ってから。そんで次も組んだじゃん、はい、踊るキネマ。踊るキネマ、はい。それはどうやってまたすぐ組んだんだっけ。それ解散するってなった時に、うん、まだ誰にも別に言ってないタイミングで、うん、まあ当時の相方南から。そうや、南君。はい、連絡来て、うん、ちょっと話あるんでいいですかって言って、うん、向こうの当時サンプルってコンビ、うんうんうん、
が解散するんで、うん、よかった、そっちのやわらどんな感じですかって言われて。後輩？後輩です。あ、そうなんや。そうです。へえ。そうです。まだ発表してないけど解散するのよなみたいなこと言ってたら、ちょっとじゃ あそのタイミングあったんだ。そうです。で、やりませんっていうのでやりました。あ、じゃあ割とすぐ踊る切れ前になったの？結構すぐですね。解散して2、3ヶ月後にはもう踊る切れ前だった。へえ、そんな早かったんだ。で、踊る切れ前めっちゃ調子よかったもんね。そうです。ネタバレとか出させて、ね、はい、すごいな。え、ほんでバイダの女役みたいなのがバズってたよ、鈴子、はい、あれは踊るキネマから？あれはちょっとだけ変なんですけど、そのやわらと踊るキネマの間の数ヶ月ピンのタイミングがあって、その時に有田ジェネレーションでピンで出なきゃいけない。そうや、なんか有田ジェネレーション一人で出てたの俺なんかで見た気したんやな。勝手にことしてるな、一人で。そうですね。ですぐ当てたんよ、それを。そうです。一人で呼ばれて、じゃあもう女装でなんか変なことやろうみたいな感じでやってみた。そうです。まあその時南にもちょっと相談して、なんかないかなみたいなので、うん、まあ当時やわらの時に目型でのツッコミみたいなのすごいしてたんで、あ、なんか女役できるんじゃないですかとかで、あのキャラクター作って出したらのハマっていただいて。なんだっけ、スナックの女みたいなこと。うん、まあでもそうですね、濃い大きいいい女みたいな。ああ、なるほど、はい、すごいふわっとはしてるんですけど。それがもうええ感じやったんだ。そうです。だから今もう鈴子の方が人気あります。そのそうやろね。それは今もやってんの、インスタでずっと。なんかしらで動いて、まあ、ネタも作ったりもしますし、なんかでチラッと見たら、そう、鈴子の X とかのツイートとかも何千いいねついてる。いや、そうなんですよ。そのなるほど。要は女の子に響いとんやろな、多分。そういい女の子が好きそうだな、はい、そうです、そうです。ああ、今もう全然僕の方が知られてないですね、うん、鈴子よりも。あ、鈴子の人こんな感じなんやみたいな。鈴子という女の人がいると思ってる人がいます。だから DM とか届くんですよ、その男性の方から。ああ、僕宛てに、ああ、インスタパーっていろいろ見てたら、鈴子という魅力的な女性に会って、マジですごいいいなと思っていろいろ見てたら、鈴木バイダンという男が現れて、うん、あなたは男だったんですね、うん、がっかりですという。なるほどね。はぁ、そうです、そうです。すごいな。鈴子の実物を見れるチャンスはあるの？劇場とかで見る、やれるの？まあ劇場か、うん、その最近その鈴子バーみたいな、うんうん、バーイベントみたいなの月1回やったりするんで。ああ、なるほどね。そこにはバイダンがピネタやっても来えへん客とかが来るんや。うもう、あのバイダンのファンとかは一切来ず、うん、他のファンの、うん、他の芸人のファンの人たちが来て、うん、あの芸人ってどうですか、繋がれますかとか。やばいわ、やるな。違う集めてるわけじゃないんです、僕が。でも僕とか鈴子がね、でも鈴子多分その恋愛相談とかしやすいんで、うんうん、多分そういう、ね、やめときな芸人なんてみたいな。あ、そうです、そうです。どっちかそっちです。あ、実際のバーでやってるんです、それで。そうです、知り合いのバー借りて。いや何やねん、そのイベント。そのバイトをしたくないからね、僕は。何人来るの、そこに。あ、どんぐらいだろう。でもキャパで言うと20人ぐらいで、うん、それがこのいわゆる終電で入れ替わったりするんで、まあ、40、50ですかね。はぁ、はい、多いね。それで結構稼げるの？あ、でもそんな稼ぎはそんな。あ、そうなん。変な噂回ってるんですけど、なんか一晩で何十万何百万稼いでるみたいな言われるんですけど、全然、まあ、お小遣い程度、ね。え、じゃあそれはカメラ入ってるとかじゃなくて、ずっと鈴子と接客し続けるの？ずっと鈴子です。なるほど。わ、すごい。いけるんだな、お前は。でもそれがいけます。で、入っちゃえば。これだから、うん、今鈴子と、鈴子やりすぎて、鈴子とバイダンの境目がなくなってきてるんですよ。だからちょいちょいいやらしい目つきするんだよ。そうだ、ちょっとなんかちょっとそこまでの喋り方じゃなかったけどなんかずっとこんな感じだと思って。そうやね、多分それ鈴子のラジオ聞いててもなんかね、学生時代の話とか色気はね、僕とか言うてんねんけど、はい、うん、ちょっと恋愛っぽい話になる時、口調がちょっと荒くなんねん。はいはいはい、はい、上からというか、はい、それとも鈴子の喋り方になってんねん。なんだお前みたいな。はい、これほんとふわふわしてます、ここら辺がずっと。でも向いてたんだね、その目型で喋るっていうことが。だと思います、多分。だ、別になんかモデルがいるわけじゃないですし、なんか設定すごい考えてとかも何にもせず。でも鈴子ならこういうがもうすぐ浮かぶんやろ。そうです。じゃあ今鈴子ほんとバズってて、鈴子でそういうスナックとかもやりながら、はいはい、うん、っていうのを結構割合的に多いんだ。だから今、うん、今ピンでしょ。今ピンです。だから踊る記念は、なん、あの南くんがもうちょっと限界来たみたいな感じだったっけ。そうですね。踊る記念は3年ぐらいだった。まあ2、3年ぐらいですかね、はい、南くん辞めちゃったんだっけ。だから今えらいことなってるよ、あの、はいはい、高崎くんと。そうです。
ユーチューバーっていうか、そうですそうですそうです、あっちあっち、なんだっけ、クリエイター高崎と一緒にあれやってますね。でバズってんだ。はい、もう客集めたとんでもない人数集まるみたいな感じだよね、はいはい、高崎、あの皆さんすごいなお前ら。いやすごいね、だから当て感半端ないというか、みんな、いやありがたいですね。で今、はい、ピンになってどれぐらいなんですか。今1年半ぐらいですね。もうピンでいくん。いやいやいや、コンビ組みたい。いやだからこいつ今もう5個ぐらいのユニットで漫才出たりとか、やばっ。でこの間のキングオブコントも順々までトリオで行ったよね。ユニットで、はい、トリオで、サムス、はい、サムスです。そうだからほんとすごいね。でみんなバイダンと組みたいんだよ実は、やっぱ能力高いから。で今もほんと鈴子の男版というか、もう言い寄られまくってんねん多分バイダンは。多分そうやろ。いやどうすかね。でもまあまあお金誘い組んだいただきますね。今さだってさ10年目でなかなかこうバッて誘われるってなかなか、はい、だから僕からいけないんですよ、その10年目で。同期ぐらいだともういないですし、うん、そうだよね。先輩はもう今それこそ神保町と無限大とかで関わりないですし、うん、下はもう全然わかんないんで。だそんなさ組んでもないさネタばっかやる生活をお前は1年半も続けてるわけやんか、はい、そうもうわけわからんくなる。え何組と組んだこの1年半何組、何組とネタしたの、うん、ネタまあ鈴子君に言うと、だから去年の M は5組で今年の M も5組出るんですけど、でその合間も何回か寝てんねん。はい寝てますね。だから10組20組もいかないぐらいじゃないですかね。でもそれは20人の男とか女とこうネタをやってきたってこと。そうですね。お前はじゃあいつ組むんだよ、そな何をきっかけに組むの。じゃあもう分かんなくなってるんです僕も。だからその受けたりするわけやろこいつとやったら、はいはい、であおもろみたいな、うん、楽しいとかもなるわけやろ、うん、なりますよ。でも組むかどうかはもう分からん。すごいことしてるわ。じゃあハードルだけ上がってるんです僕の中の。そのあ本当に婚活みたいになってきてさ、でどんどんいい女になってモテるからお前が。そうです。でなんかこうやって今例えばみたいにニューヨークさんとかが褒めるとか、うんうん、あとジュニアさんとかが YouTube で今気になる若手誰ですか、うん、やばいだん、あ今誰と組むか、うん、ちょっと気になってるわとかを言っていただけるせいで、ああなんか上がってってんです僕だけ勝手に。でバイダンは無理かとかってなってたり、なるよね。その中で頑張っていや俺行くわバイダンにとかで来て、なんやったらプレッシャーやと思うよお前に見初められた男は。このバイダンが正式に選んだ男なんやってなるから。でもそのプレッシャーには打ち勝ってほしいですねだから粗品が聖夜連れてきたみたいな感じだよね。あそうですかね時に、はい、だから本今別に本切れで何これ本契約みたいなのは今まだ別にいないんだ、はい、いないですね。まああわよくば例えば今5個出たコンビのうち1個が純潔とか言ったら組んでまおうかなと思ってる、はい、これがだから純なんか変おいでやす小型みたいな すごい変なんですけど、うん、純潔言ったけど純潔ぐらいのコンビだなってなったら組まないかもしれないです。ああ3回戦で落ちてもまだ可能性を感じたら、はい、決勝とか行くコンビ。お前は誰と組むんだよ気になるよ。誰か紹介してください。えまだ欲してるよ、まあ、新しいよサイクルにさ入っちゃってそれが普通常になってるから本当に、うん、とんでもないことしてる。そんな芸人周りいないじゃん普通。いないです、ね、まだ、はい、でももう他事務所とかにも手伸ばしてるから。そうですね、他事務所とのこともやったりもしますね。ちょっと作家さん的な脳だけどプレイヤーでもあるみたいな、すごいことしてるね。あいつとも出る？あの新作のハーモニカあは、あの、うん、断りました。断ったんや。あ、タモ、はい、いや、藤田君。藤田君は断りました。いや俺はあの美容師が一緒なのよ藤田君と。あでその美容師さんが、はい、なんかあの藤田がなんかあの人誰だっけあの女役のでっかい人とか言ってとめっちゃ組みたいけど多分無理だろうなって言ってるんだよねとかつって、女役のでかいよえバイダンそうそれとかつってだから藤田はバイダンさんと組んでほしいけど多分俺なんかじゃ無理だろうなっていうのを相談してたらしい。藤田と関わりあった、はい、ありました。もともとあって、あなるほど、で連絡いただいて1回だけお試ししたんですよ漫才、うん、あの藤田の主催ライブで。あまあちょっと違うなという。お前は何人と練り上げてるんだよでも楽しいですよね。楽しいです。なんかそのいろんな人とやれる。でも組はしたいの。組みたいです。漫才やりたいですね。なんかあとは軽くもうピンでいこうみたいな感じになってモテるやん。なってますね今。バイダンは漫才がしたい。漫才したいです僕。あコントじゃなくて全部漫才。まあそのコントもできたらいいですけど、まあ、よりかはまあどっちかって言われたら漫才ですね。漫才熱が熱いんだ。漫才めっちゃやりたいですね。ああ。
ちゃんとその厚さもあんだな。はい、ちゃんと優勝とかしたいです、M1。 なるほどなるほど、はい、じゃあ本当に漫才師として一番しっくりくるやつが一番理想なんや。そうですそうです。あとその夏の南子みたいにさ、やっぱやめろって言わんとかも。だからそれがトラウマになったんや。そうです、止まってますね。お前がやばいんじゃないの。お前これね、それ聞いて、これ待って、これ聞いて、僕もそれだけ思われたくないよな。これだけマジで思われたくない。これマジで僕一個も悪くないですよ、今までの解散。あ、本当か、これマジです。確かにバイダンは毎回ええとこまで行くのに毎回解散するからバイダンがあるんじゃないかって思われちゃうよな。ですよね、うん、でも何もないですよ。だって解散するわけないですもん。振られてんの。いや、振られ僕から言い出すとかありますけど、なんかそのもうこれどっちが言うかのやつじゃんで僕言うわみたいな感じですね、踊る気の時は。じゃあ別にお前どっちも悪いやん。いやいや悪いとかじゃないですよ。そのだって情報、その話し合いも設けてとかもありますし、まあいいじゃないですか、どっちが悪いとかは。いいそこはいいんだ。でも南君は完全に南君がもう折れた感じやもんね、多分。そう、なんでどっちが悪いとかじゃなく、うんうんうん、まあ、無理ならもうやめとこうかという感じです。そうやな、はい、だからそれが慎重になる今理由の一個で。そうです、怖いですもう。だからもう101回目の放送、怖いですよ。この顔してたよ今、怖いとか言って。怖いんですよ。それでも死なんっていうって言ってくれる人じゃないと。いやでも今のこのサイクルに慣れてしまえば、うん、もう組んでは別れて、いやいや組んでは別れてもできちゃうんじゃない。でもこいつはもう一生を添い遂げる、はい、センターマイクを挟んで一緒に死ねるやつを探してるの、はい、多分、はい、そうか、うん、もう嫌ですよ。その楽しいですけどね、いろんな人と漫才するの。そりゃでももうな、40だってもな、できひんもんな、いろんな人と。40でいろんな人とやってもやばいでしょ。さすがに。なるほどな、さすがに。まだな、30だから。まだ40でまだそんな人になって、マジのセックスなんてってなっちゃうんで。今5人でもおるってことじゃあ。まあ、その M1 出るのは5組ですね。それネタとかさ、まあ、2人で全部考えるのじゃあ。今年のやつで言うと、うん、2組はピン芸人なんですよ。ビッコバラケンタってやつと、うんうん、まっすぐかと、ね、うん、まあ、いいとこと組むね。全部俺たちで知ってるのね。そうか、そうですね。いい2人だね。素晴らしいよ。ここはもうその彼らのピンネタに突っ込むが一番いい。なるほどなるほどなるほど。ですね。で、あとは何組かいますけど、ここは向こうがネタ書ける人だったら書いてもらいますし、うんうん、なんか一緒に作りましょうだったら一緒に作ってとか、うん、僕が作っていく時もありますし。それってちょっと別のライブとか出て調整すんの M1 前に。そうですね、その、まあ、小原とかのとこは、まあ、ピンネタに突っ込むだけなので、うん、まあ、そんな調整いらないかな。あ、でもこ結構ちゃんと。さすがに全員お前んちに呼んでるか。交通費半端ないもんな、毎回その現場行ってた。あ、いやいや全然カフェですよ、ちゃんと毎回。あ、そうな、はい、カフェで。そういう後輩だったらおごりますし、ちゃんと。あ、はい、今まで何組もあの漫才してさ、はい、で組まんかったわけやんか、結果的にね、はい、バイダンを。想像つかん。どうやって切り出すの、組む組まんの話って。あ、漫才やりました、受けました、滑りましたがある、はい、で組まんってなるわけやん、はい、それ言うの毎回。今回はちょっと縁がなかったですねっていう。あ、ちゃんと言えてる人と言えてない人いますね。セックスじゃないの。じゃあただただフェードアウトがあるのよ。あ、ただただフェードアウトで、またちょっとじゃあ連絡するわ。セックスやんけ。そっちの受け取り方次第でしょ。やめてよ、そのセックス、セックス。じゃあまだまだバイダンと組めるんかもと思っとるやつがおるんじゃないの。セックスできるんじゃないかな。連絡待ちみたいなことですか。そう。あ、まあもしかしたらいるかもしれないですけど。はあ、はい。でもまだバイダンはグッとは来てないんやね。今のとこ来てないですけど、でも今年中には決めたいなと思ってます。その。あ、それはなんかリミットみたいなの設けてるんだ。ちょっとやっぱ今年中に。なんか本当去年組みたかったんですけど、うん、なんかそれこそ踏ん切りつかなくて今年になってハードルだけ上がってるとすぐ感じるんで、うん、これもう一年やったら。なるほど、ね、いよいよもうじゃあそういう人毎年賞レース AV でサンプルでどれで抜こうかでもうちょっとハードルだけ上がってくる一緒やな。そうです。なんで、うん、もう今年決めないと。でその決める内容としては誰と組むかもそうですし、ピンで行くという決め方もする可能性あります。もう無理だ僕は組めないってなったらピンで行こうってなる可能性もあります。マジ。あ、だってさっき漫才やりたいのやりたいですじゃん。もうやりたいですけど、もうこんなお前みたいな漫才中毒のやつがさ、やめれんのか漫才を。いや、わかんないですよ。でもやめ、誰かとすぐ漫才したいよ。じゃあ、ただお前遊びたいだけじゃん。ちょっと待って、どれの話、セックスの話。すぐ漫才したくなっちゃうんだから、お前なんて。やめ
めてくれよ、恥ずかしい、声でかいやつ、恥ずかしいよ、声がでかそうなやつ見たらよ、すぐさあ、で声でかそうなやつと俺したいんだよまあでもそうです、ピンでも行こうってなったら多分賞レースの時期はそれこそ出るかもしれないですけど、ピン芸人のユニットで出るとかはするかもしれないですけど、あ、漫才だけの関係や、そうですね、まあ、おい古賀さんみたいな、まあ確かに、まあ今は本当全然本当それすごいよな、そういう価値観が生まれたよね、おい古賀さんから。いや、そうです、あともだってさ、ユニットは組みたいけどコンビは組みたくないみたいなこと言ってるやんか。そうですね、そんななかなかないもんね、昔なかったもんね、新しい、うん、だからまあだから全然毎年5組で出れちゃってて勝てちゃったりしてるんで、うん、それも楽しいなとも思っちゃってる。順々まで行ったわけやしな。そうですね、確かに、あのキングオブコントは、キングオブコント去年もそうです、M1 って本当に普通1年に数える回数しかあの舞台立てないけど、お前20回くらい立ってるそうですね、そうですね、そうだよね、はい、すごいな。これ去年僕5組出て3組3回戦行ったんですよ、うん、すごいね。で1組、まあ、これ元相方のやわらなんですけど、おうおう、で準々行ったんですよ、おうおう、3回3回戦行ったんですけど、スカイサーキットさんが、うん、あの2回戦で1回戦2回戦で落ちちゃったんですよ、うん、で芸歴的にあのスカイサーキットさんはあと3年出れしか出れないんですね、うん、だから これからの3年間毎年3回戦行ってもバイダンと並ぶことしかできないって言ってました、なんか悲しい顔で。やわらはどうやった、なんでもう1回出んの。やわらはなんか解散してすごいちょっと気まずい感じだったんですよ、うんうん、で僕が踊るキネマ解散したんで、うん、なんかこのままは気持ち悪いかってなって、うん、ちょっと飲み誘って、うん、まあ仲直りじゃないですけど、うん、みたいな飲み会をして、うん、その時に、まあ、ノリで出るみたいなので、へー、酔っ払った勢いで。そうです なんか面白そうだしで僕解散したてだったんで、なんかそういう動きあった方がいいかなとかで、それで順々まで行ったんよ。そうですね。ほんでもう一回やわらやろってならなかったの。ならなかったですね。それすごいな、お互い。これはなんか話し合いなかったです一切。ああ、そう、もうなるほど、はい、まあ、僕やわらも僕から解散切り出したんですけど、まあ、僕の感覚だと、うん、なんかあの時と同じ揉め方とかしちゃうかもっていう感覚になっちゃって。お前臆病になってるわだいぶ。だって怖いよ、だってそれさ、あなたたち臆病なデブってこといや別に、そう言語化はしなくてでしょ、見てわかるんだから臆病ってことでいいよ別にデブは言わなくてでしょ、見てわかるんだから。で怖いですよやっぱそれ、相当慎重やね。まあでもそれは前々からそうやね。そうです。まあ一回しっかり解散してる手前ね。そうですそうです、そうです。しかも全部なんとなくもしかしたら売れるかもみたいなところまで行って解散してるんで、うんうんうん、じゃあ次誰かと組んで M1 準決行ってテレビとかバーって出れたのに、ちょっとごめんなさいやっぱやめますとかって、うん、言われる可能性が全然あると思ったらもう怖いです。それ怖いな。まあそれはトラウマやね。だから最初に向こうがなんか漫才やりたいですとかちょっとお試ししたいですの最初の話し合いの時はそこ聞きます絶対。ああ、あなたは将来どうなりたい人で僕は聞かないよ、僕は舞台に立ってたい人なんですけど、どうですか、テレビ志向の人ですか、コンビの動きとかどう考えてる人ですか。なるほどね。もう最初に聞くんだ。聞かないともう話にならないです怖くて。はぁ、はい。でもそれはそうやろな。まあ驚きねまが結構傷になっとるな。まあそうですね、その、まあ南のせいとかじゃないけどじゃなく、はい、おー、うん、でもさ YouTube もめっちゃやってない場合なんで。 YouTube3 つぐらいやってますかねこいつ。どうやもうむちゃくちゃやねな。何を見ちゃって。同期の芸人とディズニーチャンネルやってて、うんで、デブ3人でルームシェアしてるんですけど。あ、ルームシェアしてんだ。それはだからあれよ、亀尾がいるとか。亀尾とったら、あと元今更ジャンプの荒川さん。おったよ今更ジャンプのデブ、はい、の3人でおうちの YouTube やって、デブ3兄弟みたいな。はい、肉丸3兄弟。肉丸3兄弟で、はい、バズりそうだなそれで。あとはピンで鈴子チャンネル。あ、鈴子のチャンネル。これって俺全然何万人とか分からんねんけど、どんな感じなん、はい、その3つは。スズ子は1万5000人ぐらい、うん、で、肉丸は3万人ぐらい、で、ディズニーはもうちょっといいですかね、5、6万人。おい、ディズニーが一番多いんや。そう、誰とやったの。これは福田フェイフェイっていうディズニー芸人が同期にいるんですけど、こいつがバズってますね、このチャンネルがというかは。詳しいんだ、ディズニーが。そうです、今もうそっちのインフルエンサーとかそっち系の仕事バンバン。じゃあその YouTube3 つである程度生活はできる感じ、うん、
そうですね、ある程度できて。お前はすごいやつだな、本当にたくましいやつだな。いやもうそう、とにかくバイトをしたくなかったんで。ああ、でもその動けるのがすごい。だって暇ですもん。だっていやでもちゃんとさ、はい、マネタイズしとるというか、なんかこう、はい、えらいな。で5組組んで、5組組んではあ、でもモテて、そモテてがあんま分かんないですけど、僕そのスタートからどういうやつやったの。学生時代はモテてたの。いやいや全然全然そんな、うん、でも卑屈デブじゃないやん全く。バイダン、いや僕めっちゃネクラだったんですよ学生。あ、そうなの。そうですそうです。あの運動部ではあったんですけど。じゃあ今ネクラで卑屈なデブも変われるってこと。変われます。それもっと言えよお前。いや僕はだからみんなお前みたいになった方がいいんだから。デブ出せよお前。デブはなんて本出すんですか。卑屈なデブから変われます。そうそう、うん、やっぱデブしかも明るくて、あの、はい、あの俺モテるとかじゃないからデブにもなるパターンあるやんか。はい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 。あの明るいデブね、はいはい、面白いデブ、はいはいはい、正かあの悪いデブね、はい、あのヤンキーのデブ、はいはいはい、お前どれでもないモテるデブっていう一番希少種にもなってるわけやから。モテるデブの中で希少種だいぶこれは本当、はい、道しるべなんやからちゃんと教えた方がいいぜデブたちに。僕みたいになれよってことですか。そう、いや僕わかんない。肥満ではあったってこと小学校の時から。そうです、肥満で、で、うん、あれです、そのそれこそヤバラの前のコンビの時までは、うん、そのそこまで明るい子じゃなくて、うん、でも舞台上とかはイエーイとかやりますけど、うん、別に裏では全然、うん、もっともっと手前から来るよ。小学校の時はどうやった。小学校の時、うん、ここら辺はもうずっと人見知りですね、うん、人見知りのぽっちゃりさん。人見知りのぽっちゃりさんだから別に友達も全然多くない、うん、小学あ小学校の時はすごい元気でした、うん。中学上がって人見知り、はい、人見知りになるんですよ、うん、で高校ぐらいも全然、うん、あの人見知りです。この間テニスは、テニスは中高やってます。がっつりやる、ね、がっつりやってます。中高大までやってますね。すごいな。そのテニスモテもなかった。ないです一切。じゃあ真っ黒デブだ。真っ黒焼けて、あ焼けてね、あ急に日焼けの話。そうですね、あの真っ黒デブですね。もう真っ黒で人見知りのデブ。デブです。テニスだけちょっとうまい。ちょっとうまいテニスのコーチとかちょっとするすごいな。で大学入って、うん、ここも全然人見知りです。だから、大学僕3年で中退してるんですけど、うん、この3年間 もう全然その、え男の中ではおもろいとかもなく、あなんかそのそういう場所にいましたね。いじられとか、あなんか行事ごとの時にポンって前出されて、あそうなの、すごいやっていう位置にいますけど。それ人見知りでもか。それはい、だって友達ではないのでみんなそのヤンキーのおもちゃみたいな感じですね、うん、感覚で。足立区か。そうですそうです、東京の足立区で。足立区なんだ。え、ヤンキーのおもちゃは人見知りじゃなくない？明るくない？いや、でもその、どうなんだろうな。僕けど人見知りの感覚だったんですよ、ずっと。面白いやつってなってんのヤンキーの中でバイダンは。まあおもちゃとしてなんですかね。あ、じゃあツッコミとか返しとかはちゃんとやってたんやな。あ、それやってました。あ、そこは多分今のあの、うん、この何ですか、芸風じゃないですけど、うん、の形成には役立ってるというか、形成の部分でありますね。で、なるほど、大学でお笑い始める、うん、まだなんとなく。大学で急にお笑い始めたらそれ何の。高校の時の同級生が急に漫才やらないって3年生の時に言われて、うんうん、高3で、大学3年生で卒業して、うん、もう 2,3 年会ってなかった同級生から、うん、急にお笑いやらないって誘われて、うん、あいいよって言って。なんでお笑い好きやったの。いや全く。へえ。でもなんかすごいお願いされて、へえ、まあじゃあもう一回やってみようかな、うん、で僕が全部ネタとかも書くしとかで、うん、文化祭でやった時に、うん、すごい楽しいってなって。それ何の文化祭。大学。大学のですね、はい、やれたんや。そんなフラット。その時はやれました。へえ。で俺お笑いやろうってなって。あそこで。はい。もうテニスもやめろ。やめました。テニスやめて大学もやめました、そのまま。え、それ何それ。あれ俺って変なこと言ってるこれ。それ何その、どこで燃え上がってるやん、もう情熱が。そんな、なんか大学通ってる時に、うん、なんかもうだかそれこそ友達も全然増えてないですし、大学も楽しんでないんで、うん、超つまんなかったんですよ。なるほど。でも部活はめっちゃやってんの。これもなんかちょこっと行って、うん、あダメだ合わないってなってやめちゃってます。ああ、そう。じゃあおもんない大学生や。そうです。全然楽しくない。楽しくない。大学がエンジョイできなかった。そうです。それでお笑いとあったんで、うん、なんか楽しいってなって光が差したんや。そうです。じゃあもうやめよう全部って言って、全部やめて
お笑い芸人になろう。親とか大丈夫だ、反対されんかった。あ、まあちょこっとされましたけど、でもまあまあなんとか、うん、で飛び込んだんや。飛び込みました。で、なんか事務所入ったの。え、ちっちゃいオフィスバードっていう当時あったんですけど、そこ入ってやってる時に、なんか当時あのちょっと、お名前忘れちゃったんですけど、うん、先輩が、うん、大きい先輩が、うん、舞台上で、うん、すごいこうやって暗い芸風の方で、うん、僕一緒に事務所ライブとかで一緒になってる時に見てて、そしたらその相方さんが、うん、何お前卑屈になってんだよお前、うん、卑屈なデブなんてお前需要ねえだろって言ってバーンって受けてたんですよ、うんうん、それ見て、あ、卑屈なデブって需要ないんだってなって今に至ります、ね、それが響いた。そう、響いた。あ、そうなんだ、需要ないんだ卑屈なデブって。卑屈なデブがなんかお笑いでなんかおもろいとされたりする世界かと思ってたけど、あ、言ったらちょっと松本さん的な、はい、ちょっと暗い人、うん、とかがセンスありゃいけるんかな、はい、ありなのかなとか思ってたら、需要ねえよって相方さんが強く言って、うん、こんだけお客さん笑うってことは、うん、あ、みんな思ってるんだ、卑屈なデブっていらないよって、うん、って思ってそっから頑張りました。へー、そっからめっちゃ何舞台上で明るくしようと思った。明るくしたり、うん、裏でもちょこっと頑張って明るくしたりしてて、うん、そしたらそれが癖づいて、うん、今何の無理もなく別に人と喋るようになりましたね。で、お前がモテるのはどっから、うん、じゃこれモテるは分かんないんですけど、うん、そうですね、中高大はモテてない、うん、そうですね、でも中、うん、中、いや高校までモテてないです別に、うん、で大学ぐらいから、うん、遊び出しますね。楽しくなかった。誰と？例えばバイト先の女の子とか、ああ、なんかそういう、いわゆる女の子との出会いはあるんで別に。ああ、そうです。そのバイト先とかで。ああ、それをどうやってノウハウを学んでいったの？女の子。いやいや、そんなないですよ、ノウハウなんて。がむしゃらですよ。はあ。好きだから好きって言うし、可愛いと思ったから可愛いって言うというだけです。その恋愛のルーツみたいなのはどこにあると思う、自分ので、こっかで芸人になってからコンパむっちゃしたんですよ、うん、それは吉本、吉本で、その吉本入ってから毎週のように合コンしてたんですよ、うん、そんなことしてたんや、はい、当時コロナ前で、でむちゃくちゃコンパしてる時に、うん、あ、僕めっちゃ恋愛体質だってなったんですよ。もう毎回のように誰か好きになるみたいな。あ、そうなんや。そうです、そうです。でももちろん別にモテる人ではないので、うん、その時というか、まあ、モテる人じゃないんで、うん、いっぱい振られて、うん、いっぱい悲しい思いしていっぱい失恋ソングとか聴いてっていうのの多分あれです、単純に経験値です。いっぱい傷ついたという。そしたらモテるようになったの。まあじゃあもうそうですね、モテるようになりました。やっぱ僕のやり方をなんかこう上手くなって、あとスズ子のエッセンスがちょっとバイダーに入ったことによってめっちゃモテるようになったんじゃない、やっぱ、はい、あ、かもしれないです多分この、なんか、うん、そうですね、半スズ子で言ったら一番モテるみたいな、はい、はだスズ子楽っていうとあれですけど、まあ女の子喋るとき、はい、喋ってるときに、うん、そのいわゆるバイダーの状態ですけど、うん、もういいよあんたいい加減にしなさいよとかって、うんうん、ポンって一個この中入って喋れるようになったんですよ、鈴子のおかげで。なるほどね、それはあるかもしれないですね。鈴子みたいな感じでいくとやっぱセックスも早いのか。いやいや、その言い方しちゃうと僕が鈴子をセックスで使ってるみたいな感じで、それだけはあの、はい、いやいやいや、当院かなと思って、その相談相手みたいな感じ。あ、鈴子がですか。うん、鈴子でいくとね、仲良くなっちゃうというか。あー、なるほどなるほど。でもバイダーにうっすら鈴子入れるぐらいがちょうどいいってこと。だから鈴子バーバーイベントやってお客さん来た時に、うん、行きまくっちゃうのその客全員。あ、いや行かないです行かない行かないですけど、行かないです行かない行かない行かない、そんな変な嘘立っちゃうから。でもなんか鈴子、みんな鈴子を本当にいる女性として喋るんですよ、この世にいる女性として。だから何やそれ、なんかみんなでコントしてるみたいな。だからあのバーって営業して夜中にもう鈴子がちょっと疲れちゃって、うん、バイダになる時あるんですよ、うん、ケツの2時間ぐらい、うん、さっきまで鈴子と、うん、鈴子さん聞いてって話してた人たちが、うん、バイダンが出てくると、うん、みんな静かになるんですよ。あ、みんなは鈴子という女性に会いに来て女性と喋りに来たのに、うん、急に男来たから喋らなく、あ、めっちゃ男じゃん怖いって。なるほどね。ぐらいなんか鈴子ってそうなって、そうだね。だから2丁目とかめっちゃ好きやもんな。あ、でも女の人、多分そういうことだと思います、ね、その感じやな。そうだと思います、そうだと思います。で、バイダンで口説くときはちょっと鈴子のエッセンス入れつつほぐしてセックスしまくってんだろお前は。まあまあ、それだと語弊があるので
鈴子をセックスに使ってるような言い方になってしまう。逆にね、突っ込んでもらってる。はい、鈴子で持ってないよ。こんなやつは持ってないし、突っ込んでもらってはしないですし、今日は鈴子でいいよ。違う、ひどいね。ひどいよ。いや、ひどいよ。ちょっと興味深いね。バイナンが本当に誰、ジュニアさんじゃないけどさ、誰と組むかは普通に、お話として面白い、ね。あ、まあそうですね。いや、だから、今年来年もしかしたら、もうその、どっちになるのか楽しみだ、ね、そうですね。コンビ組むかピンになるか、ですかね。そうだな。はい。そうだな。いや、ちょっとすごいね。やっぱ、ただものじゃなかった。いや。え、ちょっとミステリアスだったけど、はい、すごいわ。ミステリアス、はい、ありがとうございます。また教えてよ、ちょっといろいろ来年ぐらい。あ、そうですね。もう腹くくった後の、はい、そうですね、どうなってるかと、それ喋りたいです。うん、ちょっと面白いわ、すごい興味深い。はい、もうそうですね。そしたら次ちゃんともうちょっとなんかこんな女の子遊びしてるよとかいう話しますわ、そしたら。いや、いいよ、いいよ、いや、お前に得ねえよ。いや、ちょっと、いや、いいです、ちょっと、なんかモテ男みたいに言われるからもったいない、もっと喋りますよ。あげますよ、そんな話。ということで、はい、鈴木バイトありがとう。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。